の仲良くしたいシリーズです。今回は SNS の使い方についてお話ししようかなと思います。これまあ SNS の使い方っていうか、これ学校の授業で絶対に聞いてた方がいいと思う。まあ、今はなんかそういうなんか授業が入ってたりはするらしいんですけど、もう大人になった我々からしたらそんなことを知りもしないというか教えられもしないので、やっぱそういうなんかこういう知識として得た方がいい話なんじゃないかなと思います。で、なんでこういう話しようかって思うのが、やっぱね、そういうのが多いんですよ。実際この自分がこうして受けることも、自分が体験することも結構多いから、本当にこれ投稿者も含めて、そもそもやってない人もダメだと思うんですよ。今の時代、SNS っていうツールをやってないこともまずくて、なおかつ SNS で本当の自分を出してないってことも結構まずいかなって思うので、その話をしようかな。主にこの2点です。で、 SNS をやってる人にかなり特徴として多いのが、作りすぎ、キャラクターを作りすぎっていうんですかね。例えば自分のチャンネルというか、この自分ね、私自身をこうして動画で見てる人ってすごく、まあ、実際これでお店に来た人がいる人はね、わかると思うんですけど、誤差があんまりないんですよ。ネットでこの映像で見た自分とか、実際に会った時の自分って、あんまり誤差がないと思うんですよ。それ本音で喋ってるから。で、カットとかもしないから自分って、編集がめんどくさいっていう理由なんだけど、カットもしない。自分をよく見せようっていう努力を映像でしないんですよ。めんどくさいから。で、これって結局マイナスなんじゃないのって思うかもしんないけど、確かに結局それらも含めて見せ方ってあるんですよ。別に自分意識はしてないんだけど、じゃあどういうことかっていうと、YouTube でカットとか編集ができるから、いいように見せられすぎなんですよね。で、それでよく勘違いする事件というか、まあ結構世の中多くこういうのは多分起こってると思うんですよ。何かっていうと、例えば期待値が高すぎるんですよね。映像で見た時に。だから丁寧な言葉遣い、丁寧な対応、で、編集とかでよくわかんなくなってるから、そのなんか間の良さというか、手際の良さみたいなのが映像だとなんかよく伝わっちゃうから、じゃあその期待値がめちゃくちゃ高い状態、例えばそういうお店に行くとかね、例えばその YouTube チャンネル、まあ YouTube チャンネルもやってることが当たり前だと思ってるんですけど、その、例えば初めて行くお店ですと、その YouTube チャンネルとか見ましたと、そのお店の YouTube チャンネルとか見ましたと、で、めちゃくちゃいい感じの評価っていう、評価というかその見た自分のね、その見たら、結構良さそうだなって思ったと、実際行ってみましたと、全然違ったっていうパターンがめちゃくちゃ多いと思います。実際これで痛い目何回も自分見てます。だから、動画で、そういう風にして、なんか、なんていうの、この、なんて伝えたらいいんだろう。嘘つくなって話、まあ、はっきり嘘つくなって話なんだけど、例えば、実際行ってみたら、全然言葉遣いも悪い、態度も悪い、その手際も悪いとかで、いや、これめっちゃ作ってんじゃん、みたいな。めっちゃ動画で作ってんじゃん、みたいな。いや、騙されたわ、みたいな。知ってたら行ってねえわ、みたいな感じで、こういうパターンがめちゃくちゃ多いんですよ。だから SNS の使い方ってまさにそれで、確かに自分をさらけ出すってリスクだし、マイナスになるかもしんないけど、それ自分逆だと思う。もちろんこれあくまで自分の考えだけど、自分逆だと思ってて、そのネットだけで完結するんだったらプラスなんです。だからいわゆる、そういう実際に人と会って、なんかこう商売っていうかビジネスする人じゃなければ、YouTuber っていうくくりだけで、YouTube でしか見られない、会わないって人は、それでいいと思うんだけど、実店舗持ってて、結局の、なんていうの、利益というか、ビジネスは人対人の場にいる人が、こうやって YouTube とかでも SNS、まあ Twitter とかでも、嘘ついた投稿というか、作りすぎる投稿をすると、実際に会ってバレた時に、めちゃくちゃ評価が下がるんですよ。だからそういうのをね、意識してますかっていうことを知った方がいいですよね。だからそういうのもあるから、もう自分作るのやめようっていうか、もうめんどくさい。最初から作る気なくて、自分の動画見てたら、わかると思うんですけど、もう作る気もさらさらないし、人に媚び売る必要もないっていうか、めんどくさいから、編集してまでよく見せようと思う気がしないっていうか、めんどくさい。はっきり言ったらめんどくさいんですよ。だけど、それが結果的に良かったかなっていう気がします。だから実際、動画で見た自分と、実際に会った自分がなんかそのまんまだから、すごい感じやすいっていう人、感じやすいっていうか、なんていうの、いい意味で、こうなんか、こう動画との誤差がないから、あ、よかった、思ってた通りの人だったみたいな感じでって言われること結構多くて、あ、よかったんだって、これ考えてやったわけじゃない、狙ってやったわけじゃないんだけど、結果的にそうなってるから、あ、よかったんだなって思います。
で、実際自分もいろんなお店とか行ったりとかして、めっちゃ嘘つかれてること多いんですよ。だからこれ動画で見てね。うわ、こいつめっちゃ作ってんなみたいな。だったらその正直な素の自分出せやって思うんですよね。いや、それ嘘ついてんぞ、みたいな。だそういうので、なんか損するというか、損してますよってことを知った方がいいですよね。だから YouTube とは YouTube、YouTube も SNS 全般そうなんだけど、結局、その嘘はバレるし、作り込んだ自分ってのを、例えばその、嘘はコスパ悪いって言葉があるんですけど、なんだっけこれ、西野明弘さんでしたっけ言ったの。嘘はコスパ悪いって言葉があるんですけど、いわゆる嘘をついたら、嘘をついた相手のことを覚えておかないといけない、その人の前で嘘をつき続けないといけないっていうコストが発生するんですよ。それが複数人になってきたらめちゃくちゃ大変なんですよね。だからそれを、意識しないで、動画でもう不特定多数の人に嘘ついてるから、それを作り込まないといけないんですよ。現実世界でも。だそれがめちゃくちゃ大変だよって話だし、それが嘘だとバレるとめちゃくちゃ評価下がりますよっていう話にもなるので、投稿者は基本的にもう素の自分を出さないと長い目見たらコスパ悪いんじゃないのって自分は思いますけどね。だそれも含めて、こう SNS の使い方っていうのは嘘をつかないっていうことなんじゃないかなって思いますよ。で、次にもう一つね。結局、今時、SNS をやってない人ってのは、この時代に関われないことだと思うんですよ。もうやっぱ、世の中が、こう、効率重視に回ってるっていうか、簡単に物事が進むようになっちゃってるから、人間関係もそうなんですよ。例えば、初めまして同士で、仲良くなるコストっていうのが発生するわけじゃないですか。お互いの情報を聞き出したりとか、好きなもん何なのかとか、共通してればその場で仲良くなる可能性も全然あるんだけど、それってね、昔の方法と変わんないでしょ？会って話して仲良くなるみたいな。だけどこれってね、実はコスパが悪くて、例えば事前情報、もちろん関わるきっかけがなかったら別ですけど、例えば何かしら関わるきっかけがある前に、SNS とかで相手のことが見れる、可視化できる情報っていうのがあったら、それを知った上で、初めましてで会った時に、あれ好きなんですよね、自分も好きなんですよとか、仲良くなる手段っていうのを提示してるものっていうのが SNS で、趣味とか好きなこととか、週末何してるかとか、そういうのを上げてるからこそ仲良くなれるっていう手段にもなるんですよ。だから結果から言うと、SNS をやってないってことは関わる気がありません。皆様に仲良くする気もありませんって言ってることと同意ですからね。だから SNS をやらないってことはもう時代に合ってない、時代にそぐわないんですよ。そういう人になっちゃうっていう意味で。SNS は最低限やった方がいいです。そうじゃないと仲良くなる手間が相手に与えられるから、よくわかんない人が来た時に、相手が気を使うことによって、こっちに対しての気を使うコストがものすごく高いんですよね。だけど SNS してればそういう情報が相手のそこにこうやって書かれてるわけで、それをきっかけとして話すネタにも作れるし、それでまた好きなことが共通したら仲良くなれるっていう、こういう風にして共通できる話題が持っていけるわけで、それをね、持ってないってことは相手に負荷をかけてることなんですよ。だから SNS をやらないってことも問題ですよって話なんですよね。で、よくある、まあ、これ、Google にももうその項目っていう単語が出てきたから本当にあることなんだけど、信用スコアって言葉があって、Google 規約って、まあ、YouTube やってること人にしか知らないんだけど、YouTube の規約で、ついに乗り寄ったんですよ。信用スコアをなんか変動させるような動画を上げてはいけないみたいなことを、規約に乗ったんですよね。だからもうね、都市伝説の話とかじゃなくて、信用スコアってのが世の中にあるんですよ。まあ、実際クレジットカード情報とかもそういうことに含まれてるんだと思うんですけど、この人、過去に滞納歴があるから、金貸してはいけないとかね。だからその、金融でなんか、消費者金融で滞納したから、それがなんか5年ぐらい残るとかね。あれも結局信用スコアの一部なんですけど、例えば SNS で、何もしてない人、だから投稿すらって、だから SNS をやってない人っていうのは、その信用スコアっていうのは多分ないと思うんですよ。もちろんこれ個人情報の流出とか、そういうのあるかもしんないんだけど、結局 SNS でその交流、誰と交流してんのか、どういう発信してんのか、どういう情報を世の中に与えてるのかみたいなので、おそらくね、信用スコアっていうのは個人個人でスコアがかなり異なってると思うんだけど、Google とかで判断されてると思うんだけど、YouTube もそうなんだけど、だそういうのもあって、結局は将来自分のためになるんじゃないかなって考えてますけど、いい意味も悪い意味もね。例えば、ひどい、なんか、人をバカにする発言とか、人の悪口を発信してる人っていうのは評価が低くなるし、だ政治を批判するとかね。
結局ね、まあまあ、結局は世の中に都合が悪い人っていうのは、こうやって評価が下がる、淘汰されるっていう風な時代になってくるんですけど、逆に言うと、いい人っていうのは世の中に出しやすくなってくるんじゃないかなって思うんですよね。他と違う人、かなり専門的な人とか、そういう人が将来的にはもっとこの Google のアルゴリズムとか AI がちゃんとしっかりしてきて、この人はこういうなんか価値ある人、いわゆるこの他の発信者と被んない、こういう有益な情報、専門的な情報を発信してるから、この人を生かす働きをしようとか AI とかアルゴリズムが判断して、もうこう前にプッシュするっていうか、この人を多くの人に知ってもらうためにこの AI がこう操作してくれるとか、いわゆる SEO 対策みたいな感じでね、あると思うんですよ。だそういうのがあるから、きっとちゃんと SNS やってる人ってのはこれから評価が高くなって、まあ、世間的にもこういうネット界隈、信用スコアっていう界隈でも良くなってくるんじゃないかなって自分は考えますけどね。まあ、はっきり言ったらやっぱもう仲良くなることってのにコストを割く暇がないんじゃないかと、人間っていう意味でね、そこまで余裕がないっていうか、そこまで手間暇かけないと仲良くなれない人っていうのはめんどくさいんですよ、はっきり言うと。そういうめんどくささを相手に与えないためにも、自分の SNS をちゃんとしっかりやって、これが好きです、こういうことに興味あります、過去にこんなことしてましたとか、そういう自分のプロフィールっていうのを作っとかないと、それがないって人にわざわざ自分からコストをかけて仲良くする人っていうのはいませんよってことを覚えた方がいいですよね。だからこの社会、もうネット社会の現代において、それに輪に入る最低限が SNS やってることってことを意識した方がいいですよね。だから SNS を過剰に嘘つくって、さっき言った嘘ついてやるって人もダメだし、やらないってことも問題なんですよ。でやっぱりこうしてもう社会のシステム上 SNS がもう定番になってるっていうか、やっぱ個人の発信としても役立つんですよ。役立つっていうか、こういうなんか国を良くするっていう意味でも、例えばですよ、これここまでは言っていいと思うんですけど、選挙はね、これダメだな言えないな、とりあえずね、まあ、選挙もそうなんだけど、期待しないでください。やっぱね、まあ、例えば、もう後から考えたら、多分ダメそうな話なんでカットします。ダメそうな話なんですカットしました。とりあえず、侮辱罪、この侮辱罪っていうのがもう厳罰化されてる以上、これを元に逮捕されるっていうもう世の中になっちゃいますから、それでもう結局もうそれもリスクもあって、もうこれ、この話やめようってことで今これカットするんですけど、ただ、そんな世の中にしないためにも、皆さん一人一人がこうやって発信して、これは反対だと、そういう風な発信をしてください。例えば、日本の全人口1億2000万人でしたっけ ?1 億2000万人ぐらいですよ。もし、1億2000万人がちゃんと SNS とか、まあ、YouTube とかやってて、ちゃんと実名で顔出ししてたとするとするじゃないですか。その顔出しで実名出してるってことは、この人がちゃんと存在するってわかるじゃないですか。ツイッターとかダメなんですよ。なんでかっていうと、そのアカウントを複製できるし、本当にいるかどうかわかんない人だから。だからツイッターとは全然信用ならないんですけど、YouTube とかで、ちゃんと顔出しで名前出しで発信すれば、あ、この人が発信したことだってわかるじゃないですか。じゃあ、例えば1億2000万人いたとして、その人たちが YouTube で顔と名前出して、これには反対だって言うんだったら、例えばその1億2000万人全員が反対って言ったら、それが完璧な世論になるんですよ。なのに1億2000万人が反対してるのに、その法案が通ったとするじゃないですか。いや、おかしいだろってなるんですよ。証拠になるじゃないですか。だからその選挙に期待するんだって話もそうなんだけど、一人一人が SNS をちゃんとやって、ちゃんと顔と名前出して発信するってことが、世の中にどんだけ大きな、こう、いいことに流れていく動きになるかってことをちゃんと勉強して、大人が勉強してやらないとダメですよ。そういうふうにしてやっていかないと、本当にどん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 自分たちが辛い苦しい生活に追い込まれていくってことを意識しないと、もう多分本当に数年後はね、この未成年たちからしたら、え、なんでこの大人たちは勉強してこの環境を変えようとしなかったのとか、ゴミじゃんみたいな感じで言われますよ。もう多分今も言われてると思うんですけど、もうその今の未成年たち、いわゆる社会のこうやってあり方にこう力になれない人、いわゆる選挙権がないからね、って人たちに、この人たちから見たら、え、なんでこの環境になるって分かってんのにそれを変えようとしなかったの、自分たちめっちゃ損してんだけど、ゴミだなこいつらみたいな感じで言われちゃうわけですよ。それをまず変えないと、本当にね、もう自分たちの問題とかじゃなくて、もう全体の問題だし、
なるほど、一人一人の問題でもあるし、将来の子供たちがまともに生きていけない環境になっちゃいますよ。我々はもう結局これ好きなことに対してこうやってチャンスがあったけど、もうチャンスすらない時代になっちゃいますよ。もうなってるかもしれないんですけど、本当にそれらをなんかもう他人事のようにしょうがないよねみたいな感じでやってるから、むちゃくちゃ嫌われる大人になっちゃうんですよ。そうじゃないよっていう、そういうのをまた変えてこうぜっていうことをしていかないと、だからその大事な一歩として、一人一人をこうやって発信すること、顔と名前出して発信することです。だからそれも含めて、とにかく真似して、自分の真似をしてみてください。そしたら世の中良くなりますから、スマホ持ってるでしょって。スマホ持ってんだから、どうやって動画撮って、自分はこういうことには反対です。こういう世の中にしてほしいです。言えばいいだけなんですよ。それがみんなやれば、あ、こんなに意見があるのになんでこんな方が通ってんのおかしくねって言えるじゃないですか。ちゃんと見ろみたいな感じで。だからこれが民主主義なんですよ。だからその民主主義が結局、まあこれ、結局これも侮辱罪で言えないんだけど、絶対ね、まあここまで言ってないから、もうそれは何も自分ならただの独り言ですよ。これらをみんな改ざんされてデキレースだから、それらをもう鵜呑みにすんなって話なんですよ。おかしいのは分かってるでしょ、見て分かんでしょとか、おかしいこと分かってんだから、もうそれで買い切れようがないんですよ。だからこの方法とは別に変える方法っていうのがこうやって一人一人の発信しかないんですよ。もう、それができなかったらもう終わりですよ。本当にいいように環境を変えられて、我々がもうかなりきつい生活に追い込まれますから、そうなる前に、そうやって一人一人が発信して変える努力をしてみてください。そうじゃないと、本当にまともに生きれない世の中になると思いますんで、ちゃんとその SNS をちゃんと使う、ちゃんと正しい方向に持っていくために使うってことを意識して SNS を使えばいいんじゃないかなと思います。じゃあご清聴ありがとうございました。